水野枝滝子の男役姿男役とは、一般に、少女歌劇から派生した劇団で男性の役を演じる、劇団員を指す。特に少女歌劇由来の劇団においては、概して、人気や、配役の点でも男役の方が、娘役より重きを置かれる傾向がある。また、宝塚歌劇のレビューのフィナーレの大会談では最後に、男役の主演団員が単独で降りてくるというのが、 定番の演出となっている。1924年、宝塚少女歌劇団が宝塚大劇場設立に伴いレビュー形式を取り入れ、断層するようになった。出演者が男性に扮することは往々にしてあったことだが、当初は髪をひっつめて、後ろに縛り上げただけであり、その上から大きめの帽子を着用したため、頭が大きく、バランスが悪いものだった。 東京小竹学劇部で1930年9月に上演された川口松太郎演出の小竹オンパレードの司会者役に噴した水野枝滝子が短く断髪したのが日本のレビュー史上初めての断層の霊人の登場とされる。しかし中山千夏によればこれは単に当時流行のボブカットにしただけで男性様に短くして大きな反響を呼んだのは 翌1931年5月31日に出演した先生様はお人よしからである。いずれにせよ水野絵が講師の存在だが折江津坂も同時期に断髪している。水野絵津坂の断髪は話題及びターキーブームを巻き起こすきっかけとなった。宝塚では1932年8月上演のブーケダムールで門田足子が初めて断髪にした。 その後、宝塚少女歌劇と小竹学劇部をはじめとした少女歌劇ブームが全国で起こり、男役のスタイルが確立されていった。つけまつげをつけ、髪にパーマをかけたのは、宝塚では、春日野の八千代が最初である。1970年代までの男役は、舞台上で演じるものであったが、1980年代以降は、オフステージでも断層をしている。 男役は高い人気を誇り、男役に憧れて舞台人への道を志す少女も少なくない。いわゆる宝塚用語の一つに、男役十年という言葉があるように、一人の女優が男役として舞台に立っても、そこから男役の方が完成するまでには長い時間がかかる。これは男役育成に何らかのテキストがあるわけではなく、先輩を見習って、 各自が、そうい工夫しながら、スタイルを確立し、舞台上の実践の中で男役として必要な、演技力や風格といったものを醸成していく必要があるためである。そのため、男役は、完成度が高くなるにつれ役者ごとの個々の個性がより、際立つ。男らしさや、線の太さを前面に押し出して、人気を得た者も,もいれば、対照的にスマートさや際立つ。 歌唱力を信条としたものなど様々である。女性としての体型は、さらし、補正下着、肩パッドなどで補正する。衣装そのものにも男役がより、男らしく、見えるように様々な工夫が施されており、男役の衣装は、一般的な男物の衣装とも少し違う、一種独特のデザインのものになっている。ありがとうございます。